どうも、ゴルフ界の高田慎子と、須藤ちゃんでございます。というわけでですね、今回は男子プロといえばやはり距離ということで、飛ばし屋ランキングベスト5男子プロ編、見ていきましょう。1位はやはりあの人なのかはたまたあの人かどうぞさあ、まず5位はこの人、蝉川大河選手。なんだなんだ蝉川がベスト3入ってねって言うのかよ、須藤ちゃん。おかしいだろ、それは。 いやいやいや、この人が5位ですよ。すごいですね。男子プロの飛距離のレベルの高さは。僕はね、最位下にかからなく入ってくると思ったんですが、なんと、2024年、えー、ドライビングディスタンスですね、5位ですよ。この蝉川選手がですよ。ああトルネード打法。 竜巻打法と須藤ちゃんはね、勝手に呼んでますが、この猛烈な体の回転ですよね、やはりこの人の、そしてここでぐっとツイストの動きを入れて、ヘッドをビャンと走らせてくる、ものすごい打ち方、スイングスピード、驚愕でありますさあ、そして第4位はこの人、岩崎アグリプロ、去年の日本オープン覇者がここにランクインしてきました。 この人の特徴といえばですね、やはりこのコンパクトなトップ、ショートトップですよね。このショートトップから猛烈な打球、放っていきます。これですよ。たったここまでしかトップを上げません、ね。ジョン・ラームが出てきたときにですね、このスイング、ショートトップは日本人には無理だ、なんていう言われ方してましたけどもね、この人は見事にこのショートトップで日本オープン取ってみせましたよね。素晴らしいフィジカルであります。 さあそしてベスト3マ、ま、ず第3位は杉原大賀選手タイガー・ウッズの名を冠しております1999年生まれ東北福祉大出身は蝉川大賀選手と一緒ですよね、えー、在学中もうすでに a b 松は勝っておりますそして今年初めにもねノビルカップ a b 松は勝ってますよねレギュラーツアーはまだ未勝利ですがなんといっても彼の魅力はこの飛距離 すごいスイングスピードですよ。175センチとね、そんなに大きいっていうわけではないんですが、まあ、体が強い、スイングスピードが速い。この人もですね、東北福祉大出身ということでですね、松山英樹、蝉川大河、そうそうたるメンバーと同じ大学出身ということなんですが、まあ、最終日、このおなじみの黄色いユニフォームですよね、東北福祉大の、えー、黄色を模したものだと思われます。 しかし、この人、スイングもですね、蝉川大河と松山英樹を足して2で割った。そんなようなスイングなんですね。特に特徴的なのが、このストップモーション。世界的にも珍しいですよね。このトップで一瞬止まる、え松山英樹が見せるこの動き。これをね、使っていく。これは本当に珍しい選手であります。さあ、それでは杉原大河選手のスイング、後方ドライバー見ていきましょう。 どの辺が蝉川選手でどの辺が松山選手なのか解説していきます。まずこのトップですよね。ショートトップなんですが、ここで一旦停止します。えー、ストップモーションですよね。松山秀樹が見せる世界的にも珍しい動き。トップで止まってしまいます。まあ厳密に言うと完全停止ではないそうなんですが、もうアマチュアから見たらもう完全に止まってるように見えますよね。こっからですね、ショートトップから、 ぐーっとこの立ったクラブを倒してくる動き、いわゆるシャローイングですよね。猛烈にここ、シャローイング入れていきます。右肘をぐーっと真下にね、体に引きつけていって、手元を真下に動かしていく。で、シャローにインパクトしていく。この時ね、体が猛烈に丸まってますよね。この丸まり、素晴らしい動きですよね。これアマチュア完全に伸び上がりますもんね。 こんだけ丸まってインパクトしていきたいですよね。前傾もキープしたままインパクトを迎える。シャローイングからこのシャローにね、インサイドアタックですよ。素晴らしい動き。そして左足の引きから猛烈な左への振り抜きですよね。この左への振り抜きがまた飛距離の秘密。左腰ガバメントであります。この辺が蝉川選手の動きですよね。 丸まった体から右サイドベントを深め。そして左への振り抜き左足をずらす。この一連の動作がアマチュアにできる動きではありません。アスリートの動きであります。この辺がちょっと飛距離が詰まっているというかですね。猛烈であります。これはアマチュアがやろうとすると、ちょっとスイング見出し見出してしまう。 このね、背中の丸まりはでも真似したいですよね。で、左への振り抜きが世界レベル。さあ、次は正面からドライバー見ていきましょう。まずアドレスで、えー、ストロンググリップ強め。これ蝉川選手と一緒ですね。で、ヘッドは少しボールから離して構える。で、ぐーっとここ右股関節に乗っていく動きがすごいですね。強烈であります。で、手元はショートトップ。ここで止めてしまいます。クラブは立ったまま。 いやこの右股関節のノりがちょっとえぐいですよね、こっから左足をターンと踏んで、えー、切り返していくんですが、ストップモーションからですね、ストップモーションからのこの切り返し、やはりこの松山英樹の影響というものをね少なからず受けていると思いますね、でこの切り返しでぐっと左足で、しかし左。 に猛烈に乗せせていいくという動きは見られませんもちろん、左に重心は移動はしているんですが、左に移動しすぎないことによって、この左足のずらしを可能にしているんですね。これ、左足をこうやってずらせるということは、右に多少な,らなりとも重心が残っていないと左足、こうやってずれていきません。で、フェイスの面は変えないように、ストロンググリップ、そのままインパクト。 で、この後ですよね。インパクト終わった後に自然にリストターンが入っていくという形ですよね。これ、リストターンを早めてしまう。クラブのリリースを早めてしまうと、もう左へのチッピン止まらなくなります。この我慢ですよ。で、こっから完全に10-0で左に乗っていく。クラブに引っ張られるように左に乗っていく。この動きがアマチュアができない動きですよね。エクセレンス さあ、そして第2位は、畑地隆弘プロ。遅咲きのビッグマンがここにランクインです。1993年生まれ、東北福祉大。そして高校は、作用高校ですよね。ついにやりましたよアジアンツアー一勝日本ツアーでも初勝利 !2024 年、いきなり大爆発であります。まずはアジアンツアーニュージーランドオープンですよね。 優勝してみせましたよ。英語が堪能な美人妻志保さんと二人三脚でね。やりました。掴み取りました。自分の実力で。そしてですね、その流れに乗って関西オープン。日本ツアー初勝利。遅咲きのビッグマン、31歳、畑地隆弘。この飛距離ですよ。軽く振って329キャリー。これが彼の魅力であります。全くフルショットしてる。 え満振りしてるそんな素振りは見せません軽く振って300オーバーこれが遅咲きのビッグマンの実力であります魅力であります素晴らしい選手ですよねさあそれでは幡地選手のスイング後方ドライバー見ていきます、えー、ストロンググリップに握ってますのでこういったシャットな、えー、テイクバックになりますよね、えー、面を閉じたままグッと上げていきます そしてですね、彼のスイングの一番の特徴、力みのないスイング、これですよね、タイガー・ウッズが名言として残しているのは、ゴルフスイングというのは、飛ばしたければ力を抜けと言ってるんですね、まさに体現してますよね、この人のスイング、どこにも全く力感ありません、しかし、球は300ヤード先に飛んでいきます。 もちろん強烈なフィジカル、188センチ、98キロというね、もう世界基準、世界基準を超えるようなね、素晴らしいフィジカルを持っているというのも、もちろん武器はなってるんですが、しかしね、力みがない、腕に力を入れない方がヘッドスピードが上がるっていうのを、彼のスイング見れば分かりますよね、見てくださいよ、もう前傾も浅くてですね、高身長の割には前傾も浅い。 そして、ここのヘッドの走りですよね、ビュン別にね、パーンと地面を大きく蹴っているとかね、左足を大きく出して左に思いっきり振り抜いているとかね、そういったことはないんですよ、もう単純にね、力みなく、しュんと振っているさあ、正面からも見ていくんですが、まずスタンスが非常に狭い、ウェッジのようなね、そんなスタンスですよね。肩幅ぐらいしか えー、スタンス広げていません、杉浦選手と何もかも対照的ですよね、前傾も浅めですしね、えー、重心移動も杉浦選手と対照的であります、まず右股関節に乗せすぎません、乗せすぎるどころか、この切り返しではもうほぼ左にこう、ぐっとね、こうい行きたかってるのがこう分かりますよね、実際にこの後左腰、バンプしていきます。 若干のスライドですよねねここここうう線方向にグッととバンプしてていってグッとここ、ね、左足に乗せていく動き、つまりね左足リードというか左重心で結構、この人振っていきますよね、杉浦選手は右重心で振っていくタイプ、対照的ですね、しかし飛ばし屋でも全然違いますよスイングが。ここではもう完全に左に乗ってますもんね。 で左に乗っているために杉浦選手のような左足のずらしはほぼありませんかかとが若干浮くぐらい左かかとに重心は完全に乗っておりますつまりずれませんえ非常にこのクラシカルな、ね、重心移動といいますかねえ往年の重心移動ですよねで このフェイスの使い方は杉浦選手と似てますストロンググリップなので、面はあまり変えずにインパクトを迎える、でインパクト終わった後に、自然に、えー、ローテーション、リストターンが入っていく、非常にこの力の抜けたね、かっこいい、綺麗なスイングですよね、もうスイングだけ見たら飛ばし屋なんて思わないですよね、力感がなさすぎて。素晴らしいですね、趣味はカーードゲーム さあ流行る第1位はやはりこの人やっぱりこの人だ河本力プロでございます2000年生まれ日本体育大学出身強烈なフィジカルを誇るこの人がやはり1位でしたねえ日本ツアー2022年に2勝していますが物足りませんこれはね本人が一番物足りないんじゃないですかね ねえお姉さんの河本結衣プロはどんどん調子を上げてきてますねえそのようにね彼も調子を上げていきたいところですがここ最近2023年は未勝利2024年もね上位にあまり食い込んできていません彼のポテンシャルからすればですねもうね日本では敵なしといった状態にしてね 早く海外行ってもらいたい PGA でこの飛距離を披露してもらいたいこれは須藤ちゃんだけじゃなくね日本のファンみんなが願っていることなんですがそんなにゴルフは簡単ではありませんしかしその飛距離は健在でありますこのフィジカルこのスイングスピード素晴らしいですよね本当に憧れの的であります須藤チャンネルのね登場回数でも最多じゃないですかねさんざんこすっております さあそれではスイングの方も見ていきましょうさあそれでは日本史上最高の飛ばし屋のスイング見ていきますよまずはコッキングやや早めに入れていきますグーッとここを上げていくんですが彼の最大の特徴はこのフィジカルの強さと柔らかさですこの柔軟性ですよねこれだけひねり粘点を入れていける この年転差がまず飛ばしのね、えー、飛距離の秘密ですよね。素晴らしいトップだと思いますね。文句のつけようがありません。で、こっからの切り返しがまたすごいよ、これ。クラブをね、こっからみ右肩で担いでいくようなこの動き。これですよ。もうキャメロンチャンプですよね、ほぼね。 やってることをほぼキャメロンチャンプ。見てください。この右肘の引き付けというか、この真下への動き。素晴らしいですよね。このシャローイングが。この動き、キャメロンチャンプそのものでしょう。で、溜め深、ふっか。ためが深いよ。深すぎるよ。すごいね、これ。こっからヘッドがビャンと走っていくんですよね。インサイドから少しダウンブローにややですよ。 ダウンブローに入れているのはこれフェードを打ってるんですね。この入射角もこれキャメロンチャンプでしょ、ほぼ。すごいな、この動きできるのが日本人がね、このキャメロンチャンプのような動きができるんですからね。そりゃ、飛距離もすごいしね、やっぱり柔軟性がやっぱ飛び抜けてるね、素晴らしいです。さあ、そしてこのスイングはですね、スティンガーフェード。低いフェードを打っているスイングなので、ちょっと面白いので、見てください。 えー、基本的にスイングは変えていません。t は、えー、低くしてますよね。スティンガーショットということで低く抑えたいので t は低くしています。で、こっからキャメロンチャンプのようなこの、この切り返し、かっこいいですね。で、このための深いこのインサイドアタックですよね。インサイドからシャローにフェイドを打っていく。 シャローに入れていくんですが、ここのインパクトのあたりでぐしゃっとこう上からボールを潰していってるのがわかりますよね。これがね、パワーでこう低く抑えている。吹け上がるのを抑えているといった印象ですよね。ぐしゃっとこう球が潰れる音が聞こえてきそうな、そんなインパクト。そしてフィニッシュはハイフィニッシュではなく、左へコンパクトに振り抜いていく。これがボールを抑える、低く出す秘訣ですよね。 コンパクトに抑えて低い球。ファンタスティックさあ、というわけでですね、2024年のドライビングディスタンスの指標を、えー、元にしてね、5人の選手見てきましたが、もちろん世界にはね、とんでもないバケモンゴロゴロいますが、川本力選手なんかはね、その世界に出ても今すぐドライビングディスタンス1位取るんじゃないかというね、飛距離をね、持っていますから、 十分に期待して、これからも見ていきたいと思います。